こんばんばは。スピリチュアル研究家の楓です。本動画では発達障害がスターシードである理由について解説しました。発達障害の特徴を持つ人は宇宙視点で見るとスターシードと呼ばれる存在だと考えられています。スターシードとは地球の進化のために宇宙から やってきた魂の持ち主のことです。発達障害の特性を持つ人は、劣っている存在だと勘違いされたり、社会に適合できず、生きづらさを抱えている人が多いと言われています。もし自分がポンコツで、どうしようもない人間だと思っているとしたら、ちょっと待ってください。本来、スパーシードである。 発達障害を持つ人は圧倒的な能力を持っていると言われているんですこの動画を見れば発達障害について180度見方が変わるはずです発達障害の当事者やお子さんが発達障害で将来に不安を抱えているという方に特におすすめです発達障害は、 生まれつき見られる脳の働き方の違いにより幼児の内から行動面や情緒面に特徴がある状態です発達障害の特性を持つ人は生まれつき脳の構造に特徴があると言われていますその脳の特性から得意なことと不得意なことの差が激しく社会の中で生きていくことに やりづらさを感じていることが多いです。代表的な発達障害の診断名3つは以下の通りです。ADHD ・注意欠如・多動性障害多動性・不注意・衝動性といった症状が見られる発達障害のこと自閉症スペクトラム障害 ASD ・アスペルガー 高機能自閉症、公広姿性発達障害などということもある。社会的なコミュニケーションや対人関係は困難であること。非常に限定された行動、興味、反復行動などが特徴として挙げられる。アスペルガーの特徴。交互における言語への理解、記憶が苦手。話が飛ぶ。 悪気のない毒舌規則性を重んじすぎる突発的な変更に弱く恐怖を感じる慢性的な劣等感不安恐怖理由のない心配集団が苦手一人で遊ぶ知的発達に遅れがないにもかかわらず読む聞く話す書く計算や推理することに 困難さを感じる障害。発達障害は蒸気の特徴が2つ以上重なっていたりグレーゾーン診断まではされないけれど発達障害の特性があり社会生活に困難さを抱えている人もいます発達障害を持つ人は脳の構造や育ってきた環境などの要因によって 以下のような共通すするるづらささに悩ままれれてていいいこととが多いと言われています人間関係に異常に苦労する感覚が過敏恐怖心が強い慢性的な体調不良雑談が苦手適応できる環境とできない環境の差が激しい自己肯定感が低い劣等感が強すぎる 半数を異常に繰り返してしてまう。一見すると発達障害でなくても誰にでも当てはまるのではと思った方もいらっしゃるかもしれません特に学校や会社など平均点を求められる環境において非常にしんどい思いをすることが多いです社会環境に適応できず結果として うつ病などの二次障害を患ってしまう人もたくさんいると言われています。グレーゾーンも含む発達障害における当事者の感じている生きづらさの程度は様々生まれ持った脳の構造から起こる症状なので治療して感知するということは現時点ではありません。しかし、年々、 発達障害についての研究が進んでいて実績のある具体的な改善方法が山ほどあります脳を鍛えたり栄養面のアプローチで症状を改善させることはできると言われています実際に私の知人がアスペルガー当事者ですが食事療法や脳のメタ認知機能のトレーニングなどを行うことで かなり症状が改善したと言いま生きづらさの原因が発達障害であると認識することでより良い状態へ改善していくチャンスが生まれるということですスターシードが発達障害であるスピリチュアルな理由それではなぜ発達障害を持つ人はスターシードであると言われているのか その理由について解説していきます。スターシードとはこの地球の霊的進化をサポートするために宇宙から転生してきた魂のこと。現実世界で発達障害と言われる人たちはこのスターシードの魂を持っていると言われています。スターシードの魂は地球の次元上昇・アセンションを。 サポートするという使命を持って転生してきますその圧倒的な才能霊的なパワーによって地球全体の意識が上昇していきますスターシードと発達障害の特性は同じスターシードは前述した通り宇宙から来た魂のことです発達障害の人が抱える生きづらさは そっくり、そのままスターシードの生きづらさと重なります地球で多く転生している魂と違ってスターシードは地球という重たい波動での暮らしに慣れていませんまた宇宙にいた頃は言葉ではなくテレパシーで会話していたためこの地球での言葉を使ったコミュニケーションに 難を感じることとが多いと言い言ま生きづらさを抱えながらもある特定分野において特異的に才能を発揮するそうすることでこの地球の科学技術進歩や人々の意識の向上をサポートしているのがいるのが発達障害スターシードだということになりますつまりスターシードの役割である。 古い固定観念を崩しより高い次元へと導くことを発達障害の人たちも同じく担っているといえますスターシードとスターシードではない人とでは魂の形状が明らかに違っていると考えられていますスターシードは魂の性質が特殊ゆえに 長身の人間としての脳の特性にも影響しているといいますそれがこの地球上では発達障害と呼ばれている人たちなのです2023年以降スターシード発達障害が生きやすくなりますその理由は誘拐・明界消滅で自由度が増すからです がっつりとスピリチュアルな観点から地球のアセンション・次元上昇に伴って地球を取り巻く誘拐・明快呼ばれるものが消滅しつつあるといいます誘拐・明快が消滅することで高杉からのエネルギーが邪魔されることなく地球に降り注ぐようになります地球という重い波動では 生きにくかったたスターシーシドたちの自由度が増すすと言われています私たちでも感じられるくらい昨今の地球は激動の時代に突入しています物質主義から非物質主義の世界へ移行しつつある今発達障害つまりスターシードが活躍しやすい時代がようやくやってきます今まで自分は 周りの普通な人と比べて劣っていてダメなポンコツだと思い劣等感まみれだったかもしれません。これからはもっと自由にあなたらしく胸を張って生きていく時が来ました。この動画があなたの眠っていたスターシードとしての素晴らしい才能を目覚めさせるきっかけになれば嬉しいです。以上。 いかがでしたでしょうか。がででししたょう皆様のご意見ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願い。